こんばんは、マウンテンマウスマッシーです。今日は、堤恭平さんという作曲家の、ことを今日知って、今まで僕その人の名前は知らなかったんですけど、よくよく調べてみたらこんなにも影響されちゃって、この人の詩で、この人の曲でたくさん涙を流させてもらっちゃったんだなっていうのに気づきました。堤恭平、堤って数字にしたら堤、223、堤223ということは1000-223は777、7並び。こんばんは、堤恭平さん。天皇、令和の天皇陛下の誕生日も、こんばんは、777、ありがとう堤さん、223。僕の大好きな曲もいろいろありました。ぜひそんなことも思いながら演奏させてもらおうと思います。2人でドアを閉めて、2人で名前消して、その時心は何かを測ってるだろう。2人でドアを閉めて、2人で名前消して、その時心は何かを果たすだろう。また会う日まで、会える時まで、あなたのその涙は話したくない。なぜか虚しいだけ、なぜか冬に互いに喜び、全てをなくすから。これ2番でちょっと書き換えがいろいろやりたいなと思ったので、大島弁で歌わせてもらおうと思います。2人で名前受け、2人でドアを閉めてから、2人で名前呼び合って、ほんときわしらは何かを話すんじゃろうか。ちっちゃい頃はほんなに見ちょらんかったけど、嬉しいことができてよかった。今日も楽しい、ハイキング。これも堤さんの曲です。ほらほら、みんなの声がする、サザエさん、サザエさん、サザエさんは愉快だな。僕は旅立つ、東へと向かう列車の輝いた街へ、君への贈り物を探すつもりだ。いいえ、あなた、わしにはね、欲しいもんはないけれ、色絵の具に染まらないで帰ってや、止まらんで帰って金彩。この作曲も堤恭平さんの作曲でした。たまげるか、恋人よ、わしゃ旅立つけど、東へと向かう列車の方へ、輝いちょる街に、おめえの贈り物を探す
探すつもりじゃけれ、おうよおめえにわしゃなんぼでもあげるもんがあるんじゃけれ、じゃけ都会の絵の具に染まらんで変えてほしい、染まらんで生えてほしい、帰りんさい。でーでんでんでんてれれる、いつも私はシンデレラハネムーン、こんばんは。にゃうみんも歌いそうな曲、シンデレラハネムーンも鷲見翔平さんの曲で、僕はこの曲は岩崎宏美さんじゃなくて、コロッケがモノマネしよったのをよう知っちょるけど、これもそうじゃったとは知らんかったです。いつでも二人はシンデレラハネムーン、こうして歌うのシンデレラハネムーン、今宵は月のテテンデルルルって、この曲もそうじゃったって知らんかったけれ、ね、すげえ曲作るね、びっくりするからね。ゆかりちゃんじゃねえ、ほーよほーよーみんなの声が聞こえてくるけれ、サザエさんサザエさんサザエさんはゆかりじゃが、いろんなことを過ごしていったら、過去現在未来で、未来にこうできたらいいな、今こうやって今この瞬間を生きて、過去に感謝をして、そんなことをして生きていける中で、本当にここ最近もありがたい毎日が過ごしております。で、びっくりじゃなって思ったことっていうのが、今佐賀県の映像作家の久右衛門と一緒に作品を作っていきよって、今からちょうど1ヶ月前に、自分が高校3年生の時にギターでライトハンド奏法っていう、こういうこういう風なライトハンド奏法っていうのをやりよったなーって思って、その、YouTube をアップして、で、それから1ヶ月経った10月の初めの頃にバンヘイレンさんが亡くなったっていうことを聞いて、ああ、バンヘイレンさんにもめちゃめちゃもう高校の時はずっと弾きよったのと思って、これバンヘイレンさんの曲をちょっともう一回弾いて、バンヘイレンさんにありがとうを届けようって弾いてたら、カマキリがヒューって網戸に止まって、で、そのバラララララと一緒にカマキリがこうやって踊り始めて、すごいな、カマキリが来たわと思って、で、そういう風に曲を作っていきよって、カマキリにもスポットを当てて、で、そういう風にやってて、そのカマキリのことを思いよったら、関根勤さんがカマキリ拳法っていうのをテレビでやってて、それが関根勤さんと健直子さんと、そういう風に野口五郎さんもそうやってやってたのかな。で、そのカマキリの網戸に着いた日に、この今日のメドレーをやっている堤恭平さんが亡くなったっていうことを聞いて、そうか、じゃあもしかしたらカマキリとその堤恭平さんももしかしたら縁があるかもしれんなと思って、調べるためにはどこをどうつなげていくかなと思って、ピピピピピって考えたら、そのカマキリ拳法で健直子さんと野口五郎さんが一緒におったっていうことは、この二人ももしかして恭平さんの曲を歌っちゃってんじゃないかなと思って調べてみると、やっぱり本当に歌っちゃって、その中で歌っちゃるのに青いリンゴっていう曲を野口五郎さんが歌っていました。これがまたびっくりで、町の横浜地域、あ、竹村校長先生、そうかもしれないです。もういろんな曲がそうで、で、今日今まだ調べてる最中なんですけど、この堤恭平さんの今まで作曲したのってどんだけあるんだろうって、
100曲ぐらいあるんかなと思って調べてみたら1000曲以上ブワー並んでて、西城秀樹さんの勇気があれば、あーそれはちょっとまだ分からんけど、また思い出そう、覚えてみます、ありがとうございます。そうやってちょっといろいろつながっていって、青いリンゴっていうのを僕も知らなかったんですけど、今年の5月6月ぐらいに知らない曲をこうリクエストしてくれ、教えてもらった中に青いリンゴっていう風にこうやって教えてもらって、それはちょこっとだけ覚えたんで、なーれの青いリンゴが食べた時、僕らが思い出したのはこの曲だけ。まさかあの時のリクエストの曲が堤恭平さんの曲じゃとは思わんかったよ。ピンク仙人と一緒にこの曲も歌いました。ピンクロニシティさりげなく、ピンクロニシティさりげなく、懐かしい昭和のメロディ、セレンディピンク、セレンディピンク、セレンディピンクロニシティ、ピンピンク、セレンディピンク、セレンディピンクロニシティ。これの原曲はみんなも気づいたと思うけど、ギンギラギンにさりげなくです。この曲も恭平さんの曲です。ギンギラギンにさりげなく、さりげなく生きるだけさ。 I want you baby, I want you baby, I want you baby, ライオン。 I want you baby, I want you baby, I want you baby, ライオン。いろんなすげえなーって、で堤恭平さんと仲が良かったのが、これまた僕の大尊敬する阿久悠さんで、いろんなつながりってほんまに信じられんのと思います。信じられないことばかりあるの。ピンクレディーじゃピンクやん、 T シャツもピンクだ。もしかしたら、もしかしたら、そうなのかしら、それでもいいの。近頃少し地球の男に飽きたところよ。壁際に寝返り打て、ならぬに、なれなれる。やっぱりお前は出て行くんだな。ああ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 。二人で恭平さんと阿久悠さんの曲メドレーでやっています。街は今悩みの中、あの彼を鳴らすのはあなた。人は皆あの鐘を鳴らすのはあなた。片手にびっそり心に花束、ああ、僕ら愛はどこかにいたのか。
頃の出来事の曲もそうなのかな。錦野明菜さんも赤い風船はいろんな曲がみんなの頭の中に流れてる。それは間違いだなかった。わからん曲ばっかりだけど教えてくれてありがとうございます。誰が歌って誰の曲かもわからんけ、僕の歌っちゃう曲のタイトルとかも教えてもらえたら嬉しいです。今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。寂しくないか、お金はあるか、できたか。ありがとうございます。それが春が来てあなたた、あなたはもう忘れたかしら。赤い手ぬぐいマフラーにして、小さな聖剣カタカタだった。私はあなたの体を抱いて、教えてくれてありがとう。冷たいねって聞いたのよ。若かったあの頃、何も怖くなかった。ただあなたの優しさが怖かった。すげえ。いつもはリクエストして歌わせてもらいよったけど、今日はいろいろ歌って誰の歌かもわからんけど、こんな曲あったなっていうのをやらせてもらおうと思います。誰が歌っちゃるよ、誰がこんな名前だよ、曲のタイトルはこうだよって教えてもらえたら嬉しいです。鎌谷月さんもわからないです。ありがとう。忘れないよ、頭の中に喜びでここからカラカラカラ回り、おしんこ君の名を呼べば僕は切ないよ。だから心のほらを遠くしないで。違う曲が流る。下駄を鳴らしてやつが来る。赤とんぼ赤とんぼ赤とんぼ、豆のなんなな赤とんぼ。もう
一人の腹いっぱい咲く花を一つ残らずあなたにあげる、その景色もすべてあなたに届けて。すげえ、教えてくれてありがとうございます。清水邦明さん、ありがとう。戦争知らない子供たち、窓から見える広さを真っ赤なバラに埋め尽くして、今日はこうして堤恭平さんの曲から懐かしい曲のメドレーさせてもらっちょります。ありがとうございました。堤恭平さんのおかげでいろんな懐かしい曲を思い出せて、明日はちょっと小学校公演ライブがあるけちょっとゆっくりできないけど、また時間が空いた時にそのメドレーを作っていけれたらなと思います。今日も見守ってくれてどうもありがとうございました。感謝、ありがとう、幸せの連鎖、せーの、万歳万歳万歳よ。ラッキー兄弟マウンテンマウスのマーシーでした。ありがたいよ、幸せまーす。よいしょ。